というものは、今考えるともったいない話ですが、私は高等師範などをそれほどありがたく思っていなかったのです。加納さんに初めて会った時も、そうあなたのように教育者として学生の模範になれというような注文だと、私にはとても務まりかねるからと逡巡したくらいでした。加納さんは上手な人ですから、いや、そう正直に断られると、私はますますあなたに来ていただきたくなったと言って、私を離さなかったのです。こういうわけで、未熟な私は、双方の学校を掛け持ちしようなどという欲張り根性はさらになかったにかかわらず、関係者にいらざる手数をかけた後、とうとう高等師範の方へ行くことになりました。しかし、教育者として偉くなりうるような資格は、私に最初から欠けていたのですから、私はどうも窮屈で恐れ入りました。加納さんも、あなたはあまり正直すぎて困る、と言ったくらいですから、あるいはもっと横着を決めていてもよかったのかもしれません。しかし、どうあっても私には不向きなところだとしか思われませんでした。奥底のない打ち明けたお話をすると、当時の私は、まあ、魚屋が菓子屋へ手伝いに行ったようなものでした。1年の後、私はとうとう田舎の中学へ赴任しました。それは伊予の松山にある中学校です。あなた方は松山の中学と聞いてお笑いになるが、大方私の書いた坊ちゃんでもご覧になったのでしょう。坊ちゃんの中に赤シャツというあだ名を持っている人があるが、あれは一体誰のことだ？と私はその自分よく聞かれたものです。誰のことだって、当時その中学に文学史と言ったら私一人なのですから、もし坊ちゃんの中の人物をいちいち実在のものと認めるならば、赤シャツはすなわちこういう私のことにならなければならんので、はなはだありがたい幸せと申し上げたいようなわけになります。松山にもたった1ヶ月しかおりませんでした。立つ時に知事が止めてくれましたが、もう先方と内約ができていたので、とうとう断ってそこを立ちました。そうして今度は熊本の高等学校に腰を据えました。こういう順序で中学から高等学校、高等学校から大学と順々に私は教えてきた経験を持っていますが、ただ小学校と女学校だけはまだ足を入れた試しがございません。熊本にはだいぶ長くおりました。突然文部省から英国へ留学をしてはどうか、という内談のあったのは、熊本へ行ってから何年目になりましょうか。私はその時、留学を断ろうかと思いました。それは、私のような者が何の目的も持たずに外国へ行ったからといって、別に国家のために役に立つわけもなかろうと考えたからです。しかるに、文部省の内意を取り継いでくれた教頭が、それは先方の見込みなのだから、君の方で自分を評価する必要はない、ともかくも言った方がよかろう、というので、私も絶対に反抗する理由もないから、命令通り英国へ行きました。しかし、果たせるかな、何もすることがないのです。それを説明するためには、
それまでの私というものを一応お話ししなければならんことになります。そのお話がすなわち、今日の講演の一部分を構成するわけなのですから、そのつもりでお聞きを願います。私は大学で英文学という専門をやりました。その英文学というものはどんなものかとお尋ねになるかもしれませんが、それを3年専攻した私にも何が何だか、まあ夢中だったのです。その頃はジクソンという人が教師でした。私はその先生の前で詩を読ませられたり、文章を読ませられたり、作文を作って漢詩が落ちていると言って叱られたり、発音が間違っていると怒られたりしました。試験にはウォードワースは何年に生まれて何年に死んだとか、シェイクスピアのフォリオは幾通りあるかとか、あるいはスコットの書いた作物を年代順に並べてみろとかいう問題ばかり出たのです。年の若いあなた方にもほぼ想像ができるでしょう。果たしてこれが英文学かどうだかということが。英文学はしばらく置いて、第一文学とはどういうものだか、これでは到底わかるはずがありません。それなら自力でそれを極めうるかというと、まあ、めくらの書き除きといったようなもので、図書館に入ってどこをどううろついても手がかりがないのです。これは自力の足りないばかりでなく、その道に関した書物も乏しかったのだろうと思います。とにかく3年勉強して、ついに文学は分からずじまいだったのです。私の反問は第一ここに根ざしていたと申し上げても差し支えないでしょう。私はそんなあやふやな態度で世の中へ出てとうとう教師になったというより教師にされてしまったのです。幸いに語学の方は怪しいにせよどうかこうかお茶を濁していかれるから、その日その日はまあ無事に済んでいましたが、腹の中は常に空虚でした。空虚ならいっそ思い切りが良かったのかもしれませんが、なんだか不愉快な煮え切らない漠然たるものが至るところに潜んでいるようでたまらないのです。しかも一方では自分の職業としている教師というものに少しの興味も持ち得ないのです。教育者であるという素因の私に欠乏していることは初めから知っていましたが、ただ教場で英語を教えることがすでに面倒なのだから仕方がありません。私は始終中腰で隙があったら自分の本領へ飛び移ろうとのみ思っていたのですが、さてその本領というものがあるようでないようで、どこを向いても思い切ってやっと飛び移れないのです。私はこの世に生まれた以上何かしなければならんと言って何をしてよいか少しも見当がつかない。私はちょうど切れの中に閉じ込められた孤独の人間のように立ちすくんでしまったのです。そうしてどこからか一筋の日光が差してこないかしらんという希望よりも、こちらから短焦灯を用いてたった一筋でよいから先まで明らかに見たいという気がしました。ところが不幸にしてどちらの方角を眺めてもぼんやりしているのです。ぼーっとしているのです。あたかも袋の中に詰められて
出ることのできない人のような気持ちがするのです。私は私の手にただ一本の切さえあれば、どこか一箇所突き破ってみせるのだが、と焦り抜いたのですが、あいにくその切は、人から与えられることもなく、また自分で発見するわけにもいかず、ただ腹の底では、この先自分はどうなるだろうと思って、人知れず陰鬱な日を送ったのであります。私はこうした不安を抱いて大学を卒業し、同じ不安を連れて松山から熊本へ引っ越し、また同様の不安を胸の底に畳んで、ついに外国まで渡ったのであります。